三大決戦の名イベントは鶴田対ジプシー・ジョーのユナイテッドナショナルフリー級選手権試合であります。先ほどのメキシコの軽快なレスリングとは一味違う非常にパワフルな試合が期待できそうであります。王者ジャンボ鶴田にとりましては4度目の防衛戦、久々の主役の座でありますジャンボ鶴田。さあその王者ジャンボ鶴田が入場してまいります。このスーパーアイドルシリーズ満を持して大阪決戦を迎えました。それだけにもう練習量は豊富であります。そしてボディーコンディションの方も猛暑を乗り切りまして非常に爽やかな顔をしております。さあその爽やかな顔が今見られました。王者ジャンボ鶴田、今夜ユナイテッドナショナルヘビー級の王座を防衛してジャンボ鶴田の気持ちの方はもうすでに超ビッグスターが勢ぞろいする次期81年ジャイアントシリーズに焦点を合わせているような感じであります。今夜4度目の防衛戦、王者ジャンボ鶴田、爽やかジャンボ鶴田。そして相手側にはチャレンジャーのジプシー・ジョーが早くも本格ですね。やはりラフファイトをどこまで磨きを上げたかですね。そこでも思いっきりファイトを期待したいですね。あ、なるほど、そうですか。さあ60分の3本勝負、1本目の勝負が始まりました。非常に手強いチャレンジャーを迎えましたジャンボ鶴田であります。山田さん、控え室の表情ではジャンボ鶴田の方はこのジプシー・ジョーのタフネスには脱帽するけれども大したやつではないんだが、しかしこれといった作戦がなかなか浮かばないというふうに非常にこの仕上げな表情でしたね。そうですね、やはりあのテクニック的に見るとね、はい、まあ、あのジャンボは大いに自信は持ってるらしいんですがね、何しろこうあまりにもタフネスなんで、はい、一体どこから料理したらいいのか、その辺ちょっと考えあぐねているというのが正直なところじゃないでしょうか。そうですね、竹内さん、はい、このシリーズずっと見ておりますとジプシー・ジョーの入場がですねどこから出てくるかわからない、そしてお客様の椅子をこの叩き割りながらの入場だったんですが、今日はどうでしょうか。ずっと静かに上がれましたね。非常に静かに上がってきましたね。そうですね、それだけですね、このタイトルマッチにかけている決意のものが伺われますね。そうですね、まあ、いつもですとジャンボ鶴田の方は常にはハードなスケジュールを消化して、まあ、若さで乗り切っていたんですけれども、このシリーズは比較的楽なスケジュールでこの試合一つに焦点を絞りました。そういった意味では山田さんどうですか。うん、それがね、いわゆる全くね、はい、鶴田君にとっては有利な条件と言えるでしょうね。まあ、あの焦点を一つに絞ってきたわけですからね、まあ、ただね、その今までのチャレンジャーにないタイプだということで、その点だけやっぱり精神的に何か押されるものはあるでしょうね。そうですね、チャレンジャーは放浪の殺し屋ジプシー・ジョーであります、まあ、全日本プロレスのマット上は初登場なんですけれども、もうすでに極悪レスラーのレッテルをファンは貼り付けました。まあ、体こそそれほど大きい選手ではありませんが、まあ、その無鉄砲なラフファイトは他に類を見ません。そして竹内さん、はい、恐るべきはですね、人間とは思えないほどの強靭なこの背中とそれから顔面ですね。ですからともかくですね、ジャンボとしても上半身を攻めるのはですね、あまり得策ではありませんね、はい、そうですね、まあ、前回ご覧いただきました三条大会ではもうジャイアント馬王が背中顔面にめった打ちをしたんですけれども、アルミでできました椅子の方がもう完全に壊されてしまいました。もう皆さんご承知の通りでございます。それから山田さん、ジャイアント馬場のチョップも、それから今打っておりますけれども、ジャンボ鶴田のチョップも全く効き目がありませんよね。そうですね、さあロープに飛ばした、そのジャンボ鶴田がジャンピングにバット、これは効いた、これは効きました。チョップは効きませんでしたが、さすがに強烈ジャンピング2パット炸裂、そして頭にストンピング攻撃に行きました。王者ジャンボ鶴田であります。頭はね、相当丈夫ですね。ただね、やはりもし弱点があるとすれば顎でしょうね。はい、顎はもうレスラー誰しも言ってるんですけれども、期待用がないところですからね。そうですね、はい、さあストンピング攻撃にあっております。正面から向かい合いました。チャレンジャージプシー城、王者ジャンボ鶴田であります。ただね、首を鍛えていればね、はい、顎に対するダメージもかなり防げるんですよね。なるほど、そうですか。さあそのチャレンジャーのジプシー・ジョーの攻撃が開始されました。全日本プロレス初登場のこのジプシー・ジョー、手始めにまず全日本プロレスの UN のベルトに狙いをつけましたジプシー・ジョーであります。思惑通りタイトル奪取なるでありましょうか。竹内さん、はい、話によりますと今夜はまあ UN なんですけれども、まず最初に狙いをつけたのはあのジャイアント馬場の首、 PWF のヘビー級のベルトだというふうに聞いてますがね。それだけにですね、考え方が非常に大胆ですよね。大胆な男ですね。さあ思い切って蹴り上げてまいりました。強烈です。非常に小柄なんですけども、なかなかシャープなキックを打っております。
チャレンジャーのジプシー・ジョー、徐々に神戸が下がりました。王者ジャンボ鶴田、武井さん、それからこのジプシー・ジョーにまつわる話題なんですが、何か噂によるとタイガー・ジェット・シン、あるいはまたジミー・スヌーカーと大変に親しいというような会情報もあるんですが、まあ、本人もですね、自分の友人というのはタイガー・ジェット・シン、あるいはザ・シーク、あるいはジミー・スヌーカーというですね、非常にやっぱり日本のファンにとっては嫌な名前を挙げてますよね。ああ、なるほどね。ザ・シークも当然まあ関係してくるわけでしょ。そうでしょうね。そういうことになりますと、まあ、3人の無差別の襲撃ということが実現するということになりますと、これはゾッとしますね。まあ、海の向こうでですね、ひそかに手を組んで、それがやっぱり軍団を作ってくるようになりますとですね、非常にやっぱり日本人にとってはやっぱり危ないことになりますね。そうですね。さあ、徐々にチャレンジャーのジプシー・ジョーの勢いが非常に良くなってまいりました。足をよく使っております。背中への攻撃、それから溝打ちへの攻撃、キック攻撃を展開するジプシー・ジョー。山さん、いつものジプシー・ジョーのパターンと違いますね。そうですね、はい、ちょっとね、不気味ですね。ジャンボ鶴田がいわゆるこのチョップというよりか張り手で返します。顎に狙ってみろと思い切って顎をぐーっと突き出しました。この強さ、人間とは思えません。なんか山さん、この体の中、特にこの顔の中に鉄が仕組まれているような感じですよね。全くね、ちょっと人間とは思えないですね。見てください、このジャンボ鶴田のチョップ。さあ、チョップで効きません。ドロップキックはどうだ。これは効いたぞ、これは効いたぞ。顔面に炸裂、そのまま抑え込んだ1本目。さすがにジャンボ鶴田のドロップキックは世界一。武井さん、今のドロップキックの当たり具合、高さ、角度どうですか。まあ、当たった瞬間ですね、非常にいい角度だと思ったんですけどね、その後のジプシーの状態見てますとね、あまり効いてはいないようですね。 あれでも効きませんか。ははあ、普通の山さん選手だったらスックとこのスタンディングポジションは取れないんですけどね。そうですね、まあ、やはりね、これジャンボのドロップキックが悪いとか効果がないということよりも、はい、やっぱりジョーのタフネスぶりを褒めるべきでしょうね。そうですね、武井さんね、はい、まあ、全日本プロレスに殴り込みをかけてきたこのジプシー・ジョーの評価、まあ、全日本プロレスのマットに登場してからすでにもう3週間を過ぎようとしておりますけれども、一番強調できるのはやはりこの打たれ強さというところですかね。無類のスタミナとですね、頭と背中の硬さでしょうね。それから山田さん、次に評価できるのはやはりリング外乱闘のしたたかさですか。うん、そうですね、はい、ただね、あのロープの最上段からのあのフライングニードロップも持ってますし、まあ、とにかくあのはっきり言って攻めはね、はい、単調ですよ。さっきはあのご覧になって分かるように単調ですけれども、一発一発になかなか力強さがあるので、これだん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 この攻撃がね溜まってくるとジャンボとしてはきついことになりますね。今度はスリーパーホールドに取りました。そのチャレンジャーのジプシー・ジョーであります。これまでのシリーズの展開ではこういういわゆる技は見せておりませんでした。何かやはり隠してたんですね、高市さんね。そんな感じがしますね。ちょっとまあジプシー・ジョーの場合ですね、プロレスラーというよりもですね、はい、プロの見解といったイメージが強いですよね。あ、なるほどね。さあ、スリーパーホールドに取っております。そのジプシー・ジョー、まだまだ他にあるいは秘密兵器があるかもしれません。にスタンプを打ちました。チャレンジャーのジプシー・ジョーであります。非常に好調です、チャレンジャー。そしてジプシー・ジョーは今夜ミルマスカラスが IWA 認定世界ヘビー級タイトルに防衛いたしましたので、再来週の放送ではあのミルマスカラスに挑戦いたします。 IWA 認定世界ヘビー級タイトルも決定であります。これは武井さん、どう見ますか。まあ、マスカラスもですね、かつてのジャンボと同じようにやっぱりラフに弱いという面を言われてたことがありますのでですね、そしてどこまでジョーがやっぱりその存在を認めることができるかですね。はい、まあ、異色の顔合わせ、再来週の放送も非常に楽しみでありますが、まずは今夜の一戦、ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合。山さん、ちょっと鶴田の1本目分が悪いですね。うん、あのなんかね、小刻みに押されているという感じですね、はい。でまあ、ジョーの方があの非常にオーソドックスな試合展開だったんですが、ややラフ風なものが出てき始めたと。そうですね、この辺が一つのきっかけになってくるんじゃないですかね、はい。ということはジャンボ鶴田の作戦としては、左右への揺さぶりや変化技が必要かもしれませんね。そうですね、はい。さあ、その鶴田であります。まずキックを打ちまして突破口を開こうとしております。これがチャレンジャーのジプシー・ジョー、放浪の殺し屋にふさわしい風貌であります。宝石のような体、まだ背中への強打が見られておりませんけれども、先週の放送でもお送りいたしましたように、椅子を乱打してもジプシー・ジョーはビクともしませんで、その椅子の方が壊れてしまいました。さあ、サイドスープレックス、大技スープレックスの第一章を出しました。そのまま覆いかぶさるがカウント2で跳ね返す。ジプシー・ジョー、リングの中央です。
思い切って今度は抱え投げに行きます。大きくキャンバスに突き落としました。上背があります。ジャンボ君は197センチ、ジプシージョーは176センチ。そして天井高く持ち上げて叩きつけますので、それだけ落差が感じられます。足を取っての攻撃であります。ジャンボ鶴田、山さんね、先ほどタイガージェットシーンのちょっと話をしたんですけども、いよいよまあ来るべきジプシリーズ全日本プロレスプロレス10周年記念がありますが、タイガージェットシーンの来日も決定しておりますけれども、何か古文を聞いてくるというような、情報があるそうですね。突然国際電話がかかってきましてね、はい、まあ、そういうようなことを言ってるんですよね。はあはあ、果たしてどうでしょうかね。さあ首を持ってジャンボ鶴田を今度は放送席の机に思い切ってぶつけてまいりました。さあ得意の場外乱戦に持っていこうとしております。ピッチ以上椅子を持って、これをアルミ製の椅子を今度は思い切ってジャンボ鶴田の首の付け根に打ちました。おっと今度は放送席の竹内康介さんが横面ビンタを張られました。チャレンジャーのジプシー城にビンタを張られました。竹内さん大丈夫ですか。あ、ちょっとお話ができないような状態です。さあジャンボ鶴田が今度は椅子を取った、椅子を取って思い切って正面から投げりつけるが、しかしこれは効きません、ビットもしません。ジプシー城の強靭な、そして鉄の背中であります。頭ももうまるで鉄の塊のような強さを誇っております、このジプシー城です。さあ今場外ゴムが乱打されておりますが、1本目は果たしてどうでありましょうか。1本目は10分15秒で実施上のリング上の展開、ジャンボ鶴田がダブルチョップを打ちます。そして今度は密着プレー、コブラツイストに行きました。果敢に攻めております。王者ジャンボ鶴田、ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権保持者、今夜4度目の防衛戦ですが、さあ強靭な腰で投げ返しました。ジプシー城です。あれだけ椅子で乱打されましたが、顔面はまだ切れておりません。背中も全く変わりません。なんという強い男でしょうか。その点だけは本当に信じられないですね。いや本当に信じられませんね。さあ今度は思い切ってバックドロップ、岩石落とし。さあこれは効いたでしょう。ジャンボ鶴田覆いかぶさったストレート防衛の可能性が出てきたらダメ。ジプシー城を返します。今度はヘッドバット頭突き攻撃、あっと額に思い切ってチャレンジャーのジプシー城、思い切ってヘッドバット攻撃に出てまいりました。本当にタフネスな相手をチャレンジャーに選びました。ジャンボ鶴田です。今度は反対側の場外へ思い切ってジプシー城はジャンボ鶴田を投げ飛ばします。本当に軽く片手一本で投げてしまいますからね。そうですね、すごい怪力です。はい、小型の割にはね、いい辺に、ね、力ありますね。そうですね、特にこうなんて言いましょうか、瞬発力ですね。はい、まあ、1本目を取って非常に有利な展開の王者ジャンボ鶴田でありますけれども、ちょっと油断大敵というような相手ですね。相当ね、細かい面でラフな攻撃が出てきてますからね。本当ですね、はい、そしてジプシー城はどうしてもこの1本を取らないと思惑通りタイトルを奪取になりません。やっぱりね、片役もフルに使ってヘッドバットを狙ってますよ。そうですね、さあジャンボ鶴田がたまらず場外に出ました。タイミングを取っております。チャレンジャーのジプシー城、1975年、昭和50年9月に初来日、まあ、常にハードな戦いを求めまして、この度打者木村との血の抗争に終止符を打って、よりハードな戦いの相手として馬場鶴田の全日本プロレスに戦場選びを求めました。その男がこのジプシー城であります。凄まじい暴れっぷりの過去のまあ証拠といたしまして、ニードロップで大井山選手の肋骨を折りました。それからグレート草津選手の右足を骨折させて、さらにまたアキレス腱を切ってしまったというような前科者であります、このジプシー・ジョーです。いやちょっと今鶴田君がね、はい、頭を攻撃してますが、これは無駄ですね。効きませんね、効きませんね。もう自分の手をね、かえってダメージを負ってしまいますよ。そうですね、さあしかし果敢に攻めていきます、果敢に攻めていきます。ジャンボ鶴田ですが、ちょっと効き目がありません。今度は拳で反対に返されました。下に思い切ってショートレンジからの拳、おっと待ってください、今度は噛みつくか、噛みつくか、あるいは下へ目がけまして歯を立てたのかもしれません。ジプシー城得意のラフな戦闘を展開してまいりました。2本目の勝負です。ちょっとジャンボ鶴田の足がうつろ、ちょっと神経が麻痺してますね。そうですね、そうですね、ちょっと見えないんですよね、はい、あっと切れた、鶴田の額がとうとう切れました。先ほどのショートパンチからの、ショートパンチから噛みつく攻撃ですか。そうですね、そうですね、噛みつくみたいですね、はい、完全にジャンボ鶴田の額が切れました。村口さん、はい、ジプシー城は右手に空上の凶器を持ってます。凶器ですね、そうですか、首ですか、首
非常の狂気が今竹山アナウンサーから報告されました。手のひらに入っていますので全く放送席から死角ですがね。そうですね、手のひらの中に隠れるような小さい釘なんですね。しかし女王の額もなんか血が出てますね。そうですね、両者血だるまのユナイテッドナショナル B 級の選手権2本目の勝負、今6分を経過いたしました。さあとうとう狂気を出してまいりましたジプシー女王です。大きく抱え投げ、さあここで得意のタップロープからのフライングニードロップがありますが、さあ鶴田が間に合うか、間に合いません。フライングニードロップ、これは強烈、動きが取れない、カウントが2-3、ジプシー女王1本返しました。1対1のタイスコア、ユナイテッドナショナル B 級の選手権試合2本目は5分27秒、フライングニードロップ、これが怖い技だったんですよね山田。そうですね、あの連携がね、明らかに、この狂気で横に裂いたというような感じだったんでしょうね。そうでしょうね、そういう切れ方のようですね。あのジャンボがね、セコンドの若い人たちにしきりに何か訴えてましたね。そうですね、はい、さあ3本目の勝負です。ちょっと鶴田のユナイテッドナショナルヘビー級のこの虎の子のベルトが危険信号になってまいりました。3本目、まぶたですからその吹き出す血が両方の目の中に入るんですね、はい、こういうね、めくら打ちですね、流血展開になってくると、はい、ジプシー女王はね気分的に乗りますからね。しかしこの 1,2 年非常にラフプレーには強くなったという定評のありますジャンボ鶴田、今夜はその進化を表す大事なタイトルマッチだ、ここで生き返ってほしいというような感じがいたします。場内騒然としてまいりました。満員の大阪府立体育会館、ユナイテッドナショナルヘビー級の流血のタイトルマッチ、ジプシー女王の動きが非常に良くなってまいりましたね、はい、やはりねこういう流血の展開になると、はい、ジプシー女王は、ね、気分的に乗ってくるわけですよ。そうですね、はい、またしてもジプシー女王が場外に鶴田を連れ出して、さあ思惑通り場外乱闘、これはいけないと、ジャンボ鶴田は非常に冷静にリングの中に入らなくてはいけません。さあ何を考えているか、鶴田首を振ります。ちょっと苦しい展開、ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権、山田さん試合直前の控え室では非常に、まあ、どちらかというと楽観ムードもあったんですがね。そうですね、そういう時こそタイトルマッチというのは怖いですね、はい、あの2本目ね、はい、あの大きな技で取られたというのは、ね、ちょっと答えてますよね。答えちゃいますね、はい、さあ3本目の勝負です。いつ立ち直ることができるでありましょうか。ユナイテッドナショナルヘビー級の王者ジャンボ鶴田、過去ジャック・ブリスコ、ジミー・スヌーカー、ディック・スレーターと大物に勝っておりますジャンボ鶴田。このジプシー城あたりに負けますと、山田さんいよいよ迫ってまいりました全日本プロレス創立の10周年のイベント、これもまあ鶴田絡みの試合が今後ずっと予定されているんですけれども、ちょっと気持ちの上で弱気になりますよね。そうなりますね、ですからね、何でもやっぱりこの一戦ね、はい、勝ち抜かなきゃダメです、守らなくちゃダメです、はい、4度目の防衛戦ジャンボ鶴田、しかし完全に後手後手に回っています。リードしておりますのはチャレンジャーのジプシー城、顔面を真っ赤にして鬼のような表情で攻めていますジプシー城です。どうすればいいですかね、やっぱりね、はい、もっと離れた戦いをしなければね、やっぱりね頭で考えてもね体が言うと効かないんですよね。そういうことでしょうね、はい、しかも流血してますからね。そうなんです、またしても場外赤い手中央を切ってバチッという当たる鈍い音が放送席にも届きます。そして本部席の今度は机の上にジプシー城を叩きつけました。さあ生き返ることができるか、王者ジャンボ鶴田4回目の防衛戦、さあここのところは非常に大事です。場外にジプシー城が出ているだけに非常に大事、あくまでも冷静ジャンボ鶴田であります。さあ思い切って拳を打っておりますが、これは無駄、赤い手中へ反撃、これはどうでしょう、これはどうでしょうか、ボロにぶつかりましたね、はい、過去鉄パイプで殴られたこともあるというジプシー城、しかし打ったもしなかったという過去のジプシー城でありますが、しかしこれはちょっと効いたようです。まともにショートレンジから赤い鉄柱攻撃、どうやらまた一筋血が血の量が増えましたね。そうですね、ということは赤い鉄柱攻撃が功を奏したようです。さあ流血した額へ頭へ前頭部へ思い切って拳を浴びせかけます。さすがの城もね倒れましたね、苦しそうですね、息を弾ませております。ジプシー城です、息を弾ませております。ジプシー城、これをちょっと見つめております。ジョン・樋口レフリーです。さあ果敢に打ちまくる、ジャンボ鶴田が果敢に打ちまくる、両者リングの中に入ってまいりまして3本目、おっとこれは珍しい、鶴田が噛みつきですか。そうですね、タイトルを守るためにはもう何が何でもという感じ、ね、ジャンボ鶴田の口の中はジプシー城の血で真っ赤であります、はい、城の血の量がね、はい、増えましたね、増えましたね、どんどん出てますね。そうですね、ここはやっぱりチャンスですよ、ジプシー城。さあ生き返ることができるか、ここでダブルアームスープテックス、これはどうだ、こうそうした
綺麗な反り投げ、ダブルアームスープレックス、そのまま抑え込んだがカウントワン。なんていうタフレスでしょうか、ものすごいタフレス。ジプシー・ジョー今度も反対に好位置を取って、ジプシー・ジョーがセカンドロープからトップロープに上がって再び今度はジャンボ鶴田が気がついた何を持っていくか。さあ上背をいっぱいにして思い切ってデッドリードライブ、抜群投げ、放り投げた、背中を打った、チャンスだ鶴田、チャンス、畳み込め、思い切って拳打ち、これは無駄ですね。そうですね、これは無駄です。しかしね、今は攻めなきゃダメです、はい、攻めなきゃ、ガンガン攻めろ。そして今度はジャンピングのインパクト、顎の先端に命中、ぶっ倒れた、ジプシー・ジョーがぶっ倒れた。さあまだピンポールに行きません、叩き起こして今度はドリラホール、おっと今度はカナディアンバックブリーカー、カナディアンバックブリーカーに取ろうとしております。カナディアンバックブリーカー背中の上に乗せました。さあ思い切って回れ、非常にいい攻撃ですよ、これはね。そうですね、これはいい。カナディアンバックビーカーにとって思い切って叩きつける。そしてなんだ、今度はボストンクラブに持っていこうとする。さあジャンボ鶴田らしい大技の連携が見られます。さあ思い切っていけ、ジャンボ鶴田、4度目の防衛戦は近いぞ。ジプシー・ジョーもかなりダメージが大きくなってますね。はい、はい、カナディアンバックビーカーがね、かなり効いてるでしょ。そうですね、これはボストンクラブ背骨ですからね。背骨への集中攻撃、おっとギブアップだ、ジプシー・ジョーギブアップ。このタフネフ、タフネス、ジプシー・ジョーにギブアップですから、これは堂々の勝ち方ですね。そうですね、はい、やはりね、ジャンボがね、はい、カナディアンバックブリーカーと意表をつく大技を出し、それで背骨を痛めておいて、はい、そこで逆エビに行ったのが非常にいいパターンですね。そうですね、はい、あくまでも冷静でした。最後はカナディアンバックブリーカーからの連携で見事にジャンボ鶴田、ジプシー・ジョーギブアップさせまして、タイトル防衛であります。ユナイテッドナショナルフリー級の選手権の決勝に本当にふさわしい。しかし2本目3本目は本当に押されておりましたジャンボ鶴田でありますが、最後の土壇場で見事に跳ね返しました。これは嬉しいチャンピオンベルトの返還であります。4度目、ジャック・ブリスコ、ジミー・スヌーカー、ディック・スレーター、そして今夜ジプシー・ジョーと大物を撃破しましたジャンボ鶴田、大阪のファンに応えております。本当に嬉しい一勝のようですね。はい、相手をね、はい、とにかくあのタフネスをギブアップさせた、はい、これはやはりね、もうレスラーとして何とも言えない気持ちでしょうね。そうですね、はい、ニーフォールじゃなくてギブアップですから ね、 そうですね、まさに息の根を止めたわけですからね、はい、もう完全に降参させたわけですね。そうですね、はい、さあ今度はカメラの方はジャンボ鶴田の表情を捉えておりますけれども、まだまだ油断なりません。先ほども皆様方に、お伝えしましたように、解説の竹内康介さんがこのチャレンジャーのジプシー・ジョーに思い切った大きくビンタを浴びまして控室の方に戻っています。途中から竹内康介さんの解説がなくなってしまいましたけれども、この点はお許しをいただきたいと思います。チャレンジャーのジプシー・ジョーがまだ不気味な表情でこの大阪フリスリングサイドをのしのしと歩いておりますけれども、放送の方はひとまずこの辺でお別れしたいと思います。来週は福山市体育館からチャボ・ゲレロ対ドスカラスのインターナショナルジュニアヘビー級選手権、そしてマスカラス対天竜の一戦、馬場鶴田組対ジプシー